サンマの件、先にそれやっちゃう？もう11月のアップデート情報で、まあ、ついにいつかは来るであろうと思われていたダンジョン報酬リニューアルが来ると。で、一部ダンジョンのドロップ報酬を調整しますという表記しかないですね。まあ、調整を加えますって書いてるわけですけど、サンマとかが対象に入ってくると。私が思ったのは、大きく2つこう感情を抱いたわけですよ。1つは、基本的に最近始めた方に対して、ストーリーを終えたら何したらいいですか？で、紹介するとこは、サンマをやるための常設ダンジョンの、要はサンマ鍵落ちるところのソロダンジョン行けるようになって、そこを周回するよっていう分かりやすいゴール地点だったんだよね。で、それは何でかっていうと、モモントレ集めができるからっていう、星ドラ実況者として体系化したこうゲームの進め方の一つの指針だったところが、まあ、ルール変更あるってなると、今まで言ってたことと変わっちゃうわけですよね。だから、それの影響を考えたら、まあ、要はその内容、アップデートした内容が今後はこうなってきますから、こうしていきましょうっていう浸透をしないといけないなっていうふうに思ってしまった。で、もう一つは、まあ、表面上の断片的その情報から、はい、モモントレイゲットできない解約だみたいな運営批判が起こるであろうということが、まあ、容易に想像できるんですけど、まあ、これに関してはもうね、全面否定というか、そもそもドロップする内容が今の現段階で分かってないのに、解約もクソもないわけですよね。まあ、モモントレイが出なくなるわけではないというふうに言ってました。ただし、今の現状のおそらくモモントレイのドロップよりは落ちるはずですと。で、運営さんの趣旨としては、まあ、言ったら、そのモモントレイをもっと他のところでもドロップできるように分散するよっていう話なのと、武藤さんのことだからだよ。おそらくは、その今のモモントレ周回効率よりいい何かを用意してくるはずと俺は思ってる。から、それらが分かんないうちから解約もクソもさ、判断できないんだけど、まあ、世の中的にはもう、サンマでモモントレドロップできなくなる、そこの報酬一番いじられたくないみたいな、はい、解約みたいな、はい、なんとか運営とかって言い出すんですよ。逆の意味の絵に描いた餅のように言い出すんだよね。 だから、まあ、面白いなと思えるところでもあるんですけど、なんだっけ、昨日もちょっと話してたけどさ、星ドラのなんか7つの、なんだ、しくじりみたいなのでさ、なんかこう、普段星ドラ動画とか上げてないゆっくり実況者の人がさ、上げた動画が星ドラコンテンツなのに、なのにもかかわらず、星ドラ動画ってさ、今上げ、どんな、誰が上げても2、3000再生。マハポーシャさんっていうね、有名な人で、チャンネル規模感大きい人でさえ、ガチャ動画で2万再生とかしか回んないんだよ。なのにもかかわらず、外部からそういったちょっとなんていうの、炎上っぽいやつやって4万再生以上回ってるっていうさ。なくなるわけではない。なくなるわけではないっていうのがまず一つポイントだよね。ただし、おそらくは今の現状のドロップ率よりはるかに悪くなると思う。割合的には半分以下になるんじゃないかな。じゃないと調整する意味ないからね。その動画で出てる内容ってさ、一部のその否定的な人たちの文句言ってる、星空全体で言ったら、公式とかにこう1割程度文句言ってる人たちの意見がもう正義みたいな、それがもう常識みたいな感じでやられちゃうわけですよ。で、実際のプレイヤーサイドの多くの人たちはそんなこと思ってないのに、それが原因で星ドラが衰退されてるみたいなことをさ、ボーンと出されて、で、それをね、星ドラやろうとする人が見たらさ、なんだ星ドラってこんなんなのかよみたいな。そんなんさ、今一生懸命さ、星ドラね、スーパーライトの件もあり、みんな思うところがあるから、よっしゃって言って一致団結しようとしてる時にさ、邪魔で邪魔で仕方ないことやられるわけですよ。だから少しはさ、俺も意味あるかないかはわかんないけど、やっぱちゃんとさ、言論統制じゃないけどね。言論統制って言うとちょっと右左に寄っちゃうからさ、あれだけども、でもこれってこうだよねっていう、みんな共通認識としてこういうふうに持って星ドラやっていきましょうよみたいなことやんないと、いつでもまた繰り返すよこれ。なんかあったら表面的断片的なことだけを切り取って、で、運営批判して、で、そこにだけフェイトが高まって、そこだけなんかホットなコンテンツになっちゃって、もう結局新規入らないみたいな流れが絶対できちゃうから、まあ俺がね、やったって今までうまくいってなかったからできないっていうのはわかるんだけども、でもやらんばいかんべ。ということもあり、だからちょっとそこに私は今、ちょっと熱量を入れなきゃいけないのかなと思うところもあります。現状こういう発表された段階で、みんな大人なんだから、普通にまず考えよう。まあこういう情報が出ましたと。ただ、詳細が分かってないんだから。だから意図としては、サンマ周回ばっかして、モモントレイやってってマンネリ化していくっていうところに対して、鮮度を保つコンテンツの成熟度を上げるアプローチをしますよって言ってるわけよ。直接的な言い方すると。まあそう言えばいいのになと思ったけど。
そうじゃなくて、なんかここだけね、報酬見直しますよだけ言っちゃうとそういう風になっちゃうからさ、そこばっか、要はサンマばっかやるっていうのでさ、みんなひたすらサンマやってる、あ、ハムスターだけしてるってさ、例えば生放送もそうなんだけど、生放送で永遠サンマ周回してる放送楽しい？いや、楽しくないよ。だからずっと同じとこ回ってんの見てんのって、星ドラミンはいいよ。外部の人がさ、星ドラってなんだろうってこう見に来た時にさ、ずっと同じ敵と戦ってんの、永遠同じことしてんの、こんなん楽しいわけないじゃん。だからそういうアプローチにもつながるから、まあ言ったら特定箇所で永遠と反復作業を繰り返すようなコンテンツにしないための施策とも捉えれるわけですよね。ただしここで考えないといけないところが2点あって、1点はモモントレイを他のところでドロップするように分散するっていうか、まあそういう別のコンテンツをこう調整してくってなった場合に考えられる懸念点は、期間限定要素を入れられてしまうっていうことだよね。サンマってさ、いつでも取れるからいいんだよね。いつでもチャレンジできて、要は常設的にできることがポイントであって、そこを誤解されて、運営さんに誤解されてしまったら、みんな文句言ってもしょうがないと思う。確かにね、と。もう、これでね、まんべんなく、他のところでもって言ったけど、結局取れない期間作っちゃって、取れる期間だけ一生懸命やってくださいっていうアプローチだと、その人の時間が合う合わないとかさ、だから懸念点としてはあると思う。ポイントは常設性であるというところがまず一つあると思う。だからその常設的にモモントレイをサンマ以外のところでも収集できるような形にするっていうプラスのアプローチになっていれば、別にサンマの必要性が単純になくなるっていうだけで、でサンマは別の用途になるわけね。サンマがどう変わるかっていうと、基本的には身が硬いし、その種類は指定されてなかったけど、おそらくはサンマだからね。竜王指導ゾーマの方のサンマはロト奇跡で、天空サンマの方は天空奇跡、龍神はあっちかな、678の方かな。全体でどうなるかという発表されてないわけで、期間限定にならないっていうことじゃなくて、武藤さんはそれを一時的にすることはあるかもしれんけど、そういったことをそのままにするっていうふうにはしないんじゃないかなっていう懸念点だから、そういうふうなことを心構えがあるかないかでは違うじゃん。常設性を持たせないと絶対不満につながるっていうところがポイントであって、サンマからモモントレイがドロップしにくくなるからみたいな表面的なところで文句言ってたら、それ文句の性質ん？常設性をなくそうっていうんであれば、それはちょっと運営のご都合主義すぎないっていう話だよね。それと今回の初動のアップデートで全てが決まるわけじゃないから、オイルショック状態にならないようにね、皆さん節度を持ってやっていきましょうという話ですよ。まずいろんな細かいことあるにせよ、一旦これも結局実際にどういうふうに変わるかっていう明確な詳細がない以上、何とも言えないっていう件が大前提としてあるんで、今から一応話していくんですけど、そもそもそれも仮説の話であって、どうなるか分かんないからね、まあ一旦話しましょうか。だからまあとりあえずポワーンとね。とりあえずポワーンとしとこうという感じでいければと思うんですが、まず生放送で明示されたのは、いわゆるサンマをの報酬の調整が行われるよと。このサンマの報酬変更っていうのが、どう変わろうが関係ないんですよ。だから触れられてほしくない。そもそもあれの報酬に対して。で、それに触れるってついに来たから、多分ヘイトは高まるっていう話よね。だからその内容がどう変わるとか関係ないの。あれに手こ入れすんなって思ってたわけよ、多くの人は。だからそこがあるから、もう結構ナイーブな話なわけですよ。いや、ここ大事よ。結構さらっと言って、なんかうん、そうなんだって思うかもしれないけど、そんなんじゃないよ。本当にすごく大事だよ。触ってほしくないものを触ろうとしてるっていう、まず大前提がある。センシティブというか、ナイーブな状況なわけですよね。で、まあ実際に触る内容としては、報酬の中のメインが基本的には磨き素材になるよと、サンマの、報酬が。まあここでね、さらにこうほじくった話になると、モモントレイっていうモモピー交換できるアイテムがあるんですけど、まあそれがドロップしにくくなるみたいですね。その時点で、はい終了みたいなね、もう表層上、はい、サンマ、モモトレ、ドロップしなくなる、しにくくなるっていうのを、もうサンマはモモントレイドロップしないのねに変わりますから、世の中ね。これが大事ですよ。おかしいじゃないですか、事実と異なりますから。しかもまだどうなるか分かんねえしね。何回も言うけど、大前提ポヤーンとしてね、まだ詳細が分かんねえ、大体こんな感じだよみたいな感じはちょっと言われたけど、
な細かい全部を見てみないと判断できないのに、表面上の話だけ聞いて、あ、もうサンマ桃トレドロップしなくなるのねになっちゃうの世の中。これはおかしいでしょって。だってドロップしないなんて誰も言ってないし何もかもおかしいでしょっていうね。だからドロップが確かに悪くなるらしい。それがどれくらいかはわからん。で、基本メイン報酬が、磨き素材に変わるっていうのは事実らしいと。で、まあ、意図としてはどうしてそんなことすんのってね、普通に考えましょうよ。で、考えた上で、サンマ王とかっていうところをね、ひたすら同じく周回して、そこで桃トレ集めとかっていう風にさ、コンテンツがもう、こう、凝り固まっちゃうわけよね。鮮度が悪くなるわけですよ。で、生放送とかね、私は投稿主であったり配信者であるから、思うところとしては、例えば生放送で初心者さん向けに桃トレを集めましょうみたいなことをやったときに、ここで永遠サンマ周回するわけですよ。それをね、星ドラやってる人はね、自分の報酬を得られるからいいけど、第三者っていうかさ、星ドラにこれからやろうとしてたり、こう興味持とうとしてる人がさ、あ、星ドラの生放送やってるわって言って、何やってんのかなって見たらさ、同じ敵永遠倒してんだよ。こいつらこんなことして何楽しいのってなっちゃうでしょ。だからそういうのの緩和のアプローチとして、いろんなところでもうモントレイとかがドロップするような形に今後変えていって、コンテンツの鮮度であったりとか、バリエーションであったり、こう多様性というか引き出しを多くすることで、コンテンツ充実させるっていうアプローチとしても捉えられるわけじゃん。そうするよとは言ってないけど、なんで俺はそうするよって運営さんが言わないのかなって不思議に思うんだけどわざわざ我々が解釈してこんなね、そんなこじつけみたいなことを言ってみたいなさ、ことになっちゃうからさ、運営さんがはっきりそう言えばいいのにとは思うんだけども、そういう要素もあるわけじゃん。だから何がどうなるかってこう全部出てからさ、あ、結局これってこういうことになってんじゃんってなった上で判断しましょうよ、まず今の段階でどこ行ったってどうしようもないっていう話なんですよ、まずこれはね。で、一部この話の中の本質にはその後ちょっと言われてたみたいなんだけど、まあ、最新の魔王であったりとか、まあ、どこまで最新なのかっていう線引きも難しいしちょっと分かんないけど、他の魔王でのドロップ報酬とかにモモントレイを今以上に多く入れましょうと、まあ、言ったらこれは言い方変えると、新しいものを一生懸命頑張ってる人がちょっと報酬的に、なんていうの、 A パターン B パターンを比較した時にさ、昔からずっとあってクリア難易度もそんなに高くないサンマではモモントレイドロップするのに、めちゃくちゃ難易度難しい今のものはモモントレイとかめっちゃドロップしにくいっていうか、まあ、する全くしないものもあるぐらいで、それはちょっとバランスおかしいよねっていう、そのなんていうの、事実のバランスとして取るために最新魔王であったりとかっていう風にやるって言ってんのよ。なんだけどこの話を聞くと世の中はどうなるかっていうと、最新の魔王しかもうモモントレイドロップしなくなる、つまり常に最新の武器で課金を煽る運営体制がまた出たみたいな反応になるのよ。捉え方次第じゃんって言われたらそうだけどさ、まあ両方の意見、これちょっとみんな頭整理してね、意見が右と左にあるわけよ。で、左か右か分かんないけど、どっちかの意見は最新魔王と旧魔王を比較した時に、旧魔王の方が、しかもクリアしやすい旧魔王の方がドロップ報酬が良くて、新しい魔王の方がドロップ報酬が悪いってなると事実バランスとして崩れてるじゃん。だからそれを整えましょうっていう風に捉えられる、どっちか右か左か分かんないけど、どっちかの意見があります。で、対して同じ現象に対してその反対の側にいる人の意見は、最新魔王しかもうモモントレイとかをドロップしない、つまり運営は、最新の魔王をクリアするために必要なガチャさん装備とかを課金を煽るためにそういう風な対応をするんだ。両方と捉え方によってはそういう主張が両方できるよね。でもこっち一択ではないでしょ、どっちかってわかんない、その課金を煽るみたいなさ、それがさ正義になってはいかんよね。今言ったパターンもあるじゃん、事実のバランス調整をするっていう考え方と、まあそういった最新魔王に対するアプローチで運営さんがそういうことをするっていう、まあ理論として否定はできないわけよね。でもこれって両方さ、同じはずじゃん、パワーバランス意見として。なのに世の中の意見はこっちが強くなるんだよ、こっちが強くなるんだよ、その運営が課金助長してるみたいなさ、それはおかしいっしょって。あ、同じね、こう対立する真っ当な意見がない上でこっちが強くなるんだったらわかるけど、明確にさ、これ普通に大人がさ、この事象2つあった時にさ、うん、両方さ主張として正した正当性あるよねってなってんのに、なんでかわかんねえんだけど運営さんをこう叩くような意見だけヘイトがドーって高くなってさ、うーんってなってくるのよ
だからこれはやめましょうよっていう話ね。そっちの考え方が間違ってるとかという話じゃなくて、今の段階でそんなこと言ったって分かんないのに、なんでこっちが強くなるのか俺は分かんないっていう話ね。受け入れてないってかって話じゃないからね。毎回こういう話するとさ、俺はなんかそのそういう考え方をしてるやつを否定してんだみたいな感じで言われるんだけど、今の話一個も否定してないからね両方成り立つやんって、理論としては判断できないしょって言いたいの、言いたいことはね。あとはこの話の一番肝はさ、今言った話っていうのは結構おまけ的なもので、まあおそらくは世の中そういう反応するだろうなと、 それに対してなんていうの、ちょっとせいせいせいっていうぐらいの話で、一番重要なのはこれ常設性なわけですよ。モモントレイが常にどういう状況であれやろうと思ったら、ゲームプレイしようと思ったらそれにアクセスできる、それを取得することにチャンスにつながれる、この常設性が一番大事で、この話に関しては。それをこう細かく言っていくと30分以上かかるから一旦置いとくけど、まあ言ったら新規のプレイヤーさんにとってそれに常に常設的にアクセスできる、モモントレイを取得できる可能性があるから星ドラって素晴らしいわけよ。なんだけどこれをもし限定性を高めてしまったら、遠回しな言い方しないで、結局今回は多分期間限定的な形で他のところで取れるように調整するようなイベントを打ってきたりとか、その期間中だけすごくいっぱい取れるみたいなことを多分やってくると思うんですよ。なんだけどこれは一時的な対応で、まあ、適宜調整していくわけだから、常設的にモモントレイにアクセスする場所もおそらくまあアップデート後どうなってるかまず確認しないといけないけど、あるはずというか、あってくれなきゃ、そこを問題視する意見があったんであれば、俺はその意見は ものすごい真っ当だと。課金助長とかさ、なんたらこんたらとわけわかんないこと言ってんじゃなくてさ、モモントレイに常設的に新規のプレイヤーであるがあろうが、古参のプレイヤーであろうが、それをゲットできるチャンスが機会均等平等にあるってことがものすごく大事なわけよね。ここを外して他の議論しても意味ないよと俺は思う。これはあくまで俺の主張だわ、個人の見解であるわ、個人の見解だけど、俺はここがポイントだと思っている。それ以外の論争をしたとしても、結局はどっちもどっちっていうか、A、B パターンがあって、どっちかの正当性を語れない話にしかならなくて、でも、この機会均等的な平等、そのモモントレイを取得できるっていうチャンスが、常設的にあるかないかっていうことに対する不満不平が出てくるんであれば、これは運営さんはちょっと対応考えるべきだと思うよ。ただ、俺は武藤さんはちゃんと考えてやっていくと思う。ということで、このダンジョン調節リニューアルに関してはかなりまたね、あでもないこうでもないってなりそうな部分だけど、ちょっと私は今後の方針として自分でできることかどうかわからないけど、ちゃんとね、なんていうの、フラットな立ち位置で否定派とかさ、ちょっとこう運営さんをこう批判するような意見と、それに対してこういう意見があるっていうのをちゃんとね、公平な目線、こう俺から見て公平で、みんなから見て公平かは分かんないけど、っていうようなコンテンツ展開をしていきたいと思ってるから、皆さんもなんか感じてくれたら嬉しいです。